アルグアシル監督率いるソシエダが CL の舞台で魅力的なフットボールを見せている。一方でスペインが誇る二大巨頭が激突したエルクラシコはエモーショナルな展開とは裏腹に総じてクオリティが低い一戦だった。文、ヘスス・スアレス、分け、小宮義行2023年11月16日発売ワールドサッカーダイジェスト、ザ・ジャーナリスティック・スペイン、を天才チャンピオンズリーグ CL、 のグルーープステージ3節レアル・ソシエダはアウェーでベンフィカ・リスボンに1対0で勝利した。この結果、インテル・ミラノと勝ち点7で並びグループ D の首位に立っている。編集部、中、ソシエダは続く11月8日の4節ベンフィカ戦に3対1で勝利し、インテルと共に決勝トーナメント進出を決めた。ラ・レアル、ソシエダの故障、の勝利は順当だった。技術力の高さと、 プレイの共通理解を気にしたン。